下の玄関口、上野、行くぜ、東北、などと、聞こえだけは一丁前にいいフレーズで、旅衆を誘う、関東東北を軒並み牛耳る、JR 東日本の一大ターミナル。そんな上野から伸びる東北本線、宇都宮線も、言わずもがな幹線。しかし元は、東北に線路と職種を伸ばした金持ち私鉄による路線。されど、あのパンダみたいに目が黒いうちに、私鉄を買収することを企んだ戦時下のお国が、いろいろ路線を買収したもんだから、東北本線は国鉄の傘下に。本日は、そんな国鉄の残滓を拝むべく、まったり東北本線とかで行けるところまで行きます。じゃあやっていきましょう。まず1本目は5時10分発、宇都宮線の宇都宮駅、宇都宮線という愛称で着飾る路線だけど、正式には、ここも東北本線の一部。この旅では基本的に、どの列車も終点まで乗る予定。んじゃ乗ろう。じゃあ終点まで寝てられるんやな。車両は E231 系の1000番台。デビューから、23年も、首都圏で幅を利かせているのに、未だ満たされないのか。引きやら路線やらを特快引っ返し、今でも山手線の内側外側でしたりなお。そんな山手線スクー上野を出発したら、宇都宮郡山仙台と抜けて、目指すは岩手の一ノ関。旅する廃人も、旅の廃人も惹かれる道の杭。つべこべ言わずにいざのらん。今日私0時間睡眠でここまで来たけど、どこまで起きてられるかな。宇都宮線ですら眠い目こする5時なのに、オフピークの片鱗なのか、あるいは、モチベーションという無知で、社員をこき使う会社が多いのか、上野駅では数十人ほどのビジネスマンが、閑静な駅を早歩きで通り抜け取った、小高井の原だから上野という地名の由来も、商業主義でビジネスの荒野になった今や、面影もなく、せわしく摩天楼の狭間をぐるぐる回る山手線と同時に出発。あの山手線の元は東北本線などの日本鉄道と関営鉄道を結ぶ役割を果たしていた。いや、最初期はそれこそ山手線は今と全然違っていて、赤羽から新宿を経由して品川までを結んだ。それで東北本線と東海道線をつないだ。ほんで国有化された後、次第に東北線、東海道本線に直通みたいな形をとって、1925年、34.5km をひたむきにぐるぐる回るようになる頃には、山手線という名前は区間の名称という堅苦しい杓子定規からは外れ、漫然と回り続けているあいつみたいなニュアンスになった。名はタイを表すっていうか、タイなもろ名を表す首都圏の世界やから、山手線のここ日暮里のあたりは厳密には東北本線確定っぽい要素なんやけど、誰も東北本線なんて呼び方しとらん。ほんで大宮まで付きまとう京浜東北線の役割的には大体同じ。東北本線確定的な雰囲気、止めとない通勤需要の右腕どころか、もろ本体を担っている路線としてふんぞり返っているけど、1932年からの36年間、赤羽から北では東北本線の線路を曲がりしていた状態で、おめえの線路ねえからーと、東京を縦断する路線のくせして、言われもなく糾弾される路線だった。だけど、地方から労働を求めて大量に流れてきた金の卵は、ふくふく線止まりの傲慢で乏しい輸送のキャパをぶっ壊すのには十分すぎた。それで1968年、やっとこそ重い腰を上げた国鉄は、東北本線と京浜東北線の線路を分離した、通勤後方面作戦という混雑緩和の一環。それで、京浜東北線に施された策はある程度成功。そんな京浜東北線からは孤立した、車両基地しかない、しかない奥駅を過ぎ、数分しか分かれてないから、感動も何もあったもんじゃない京浜東北線との再会を果たし、赤羽に赤い土が多かったからというのが由来という、赤羽駅に到着。別に関東一帯に広がる地層、関東ローム層なんて基本赤いのに、わざわざここだけ赤羽ってもじってるあたり、木を見て森を見ずを100倍抽象にした感が否めへん。上野が北の玄関口なら、埼京線が伸びるここ赤羽は北の下駄箱みたいな感じで、この駅からは乗車時間長めのお客さんが結構乗ってきて、着席が難しくなる。だから、18切符で東北に行きたい場合、よほどのことがなければ上野から乗るべし、と言っている間に埼玉入り。埼の国を標榜しておきながら、世間から飛ぶ下馬評は、ガ埼玉一色。その埼玉の最初の停車駅、ガ作はない、浦和に到着。昔は県庁所在地すらしてたし、なんなら、開業は大宮駅より前やったけど、実際、京浜東北線が開業すると、前日の線路分離がされた1968年までは、その路線以外は無慈悲に線通過。その1968年から後でさえ、東北本線、高崎線は朝夕以外は止まらなかったっていう。その後、上越新幹線の開業で、ごたごたした優等列車を片付けした結果、浦和には、もろもろの普通列車が停車するように、今では湘南新宿ラインはおろか、特急にすら停車することを強いて、駅的には赤羽より格下な存在なのに、ダサいという言葉に、随分ご立腹なご様子、からの大宮で、高崎線と分離、大ターミナルとして図に乗る大宮だけど、歴史が違えば、大宮分岐じゃなかったかも。というのも、東北本線と高崎線だったら、高崎線
線の方が開業が先やった。上野から熊谷まで敷かれた線路、そのどっかから北に向かう線路を伸ばす予定やった。ほんで大宮分岐か熊谷分岐かで揉めに揉めた。大宮を押す連中は高崎線の開業時に大宮に駅がないのを見かねて、宿場町として栄えたはずの大宮の衰退にかくぶるしたから。一方熊谷を押す連中についてはどっちかっていうと栃木県民の圧が強かった。何せよ桐生や足利、栃木を通って宇都宮に向かうもんやったから、食産工業の聖地で早州総益工事も楽、なんなら金もやるからしけと、さもじく肯定。夢グループと同じぐらい社会人態度で日本鉄道に媚びを売っとった。しかし日本鉄道を後で使おうという両毛の輩の心の根底にある安い考えなぞ、ルートの費用や効果を比べに比べた鉄道局長官の井上勝からしてみればあまりにも見えすぎたもの。結局大宮分岐の方がケチれるわって理由に加えて、幹線伸ばすのに蛇行すんの狂ってるだろ、両毛民の自己満をつとかって理由で、今みたいな大宮分岐、栗橋経由で工事が進んだらしい。熊谷分岐案に近いルートは、その後、両毛鉄道、元井両毛線で叶うわけやけど、しかし、新山を舐めたはずの栃木の連中は、100年越しに東北本線にあることを提言。それが、宇都宮線っていう愛称を、東北本線の一部につけること。この愛称は、1982年の東北新幹線開業で、東北線列車が短距離化したのにかこつけて、栃木県の連中が、土地に起こすべ、と、抜かして、宇都宮線の愛称をつけろと、JR に嫁ったのがきっかけ。普通列車の大半が、都内と栃木県内の輸送に徹していた中、1990年に、その運動が実り、東北民からしてみれば、ヘイトスピーチ一歩手前みたいな愛称をつけるに至った。栃木県知事も、東北本線はもはやローカル線だわな、って言ってたからね。仕方ないね。そんな東北本線の端くれは埼玉を出るべく、クソデカ流域面積の利根川を渡り、茨城へ、上野から宇都宮が開業ほやほやの頃、この利根川には橋はかかっていなかった。というか、当時のチンケな技術じゃ全然かけられやしなかった。日本鉄道も一路線しか実績はないのに、プライドだけは一億台高かったから、埼玉、茨城県境に線路を敷いてないのに、勝手に開業ってことにしちゃった。栗橋から古賀の手前までは、わざわざ鉄道を降りて船に乗れっちゅうんで、開業という看板だけは小立派で、実際一部ハリボテみたいなもんやった。面目潰れた幹線で、乗客に、いつまでも苦虫を噛みつぶしたような顔をさせるわけにもいかないので、開業1年でやっとこさ、利根川に橋がかかったというらしいで、当時は、日本一長い橋だったらしく、明治天皇までも越権に向かったとか、そうした偉い茨城の一匹狼駅、古賀駅を出発。魅力と最低限の都道府県をのらりくらりとうさぎ飛び、埼玉茨城続けて栃木へ。なんか急に霧が立ち込めてきたんすけど、予定崩れたら仙台で牛タン食べて仙台市を見て帰りたいですね。充実しとるな。じゃあ最初から総選圧倒的にダメ。あっそう、今仙台市を見て牛タン食うという理想の仙台観光を思いっきり崩されたんやけど、早速旅が名実ともにゴリ夢中の最中、待ち伏せる乗り換え時間4分に対し5分の遅延で、計画も心も論点土砂降りの格好。まるで生産量1位を誇る下野市の干標、その成長を促す雷雨みたいに土砂降り。しかしそんな渦中でも運転手さんもモーターと努力車両も踏ん張り、餃子に LRT と成長目覚ましい宇都宮に接近。宇都宮餃子のルーツは宇都宮市に駐屯していた軍隊が中国に出兵した後、餃子という罪の味を現地で知ってしまい、それを布教しようと目論んだ。そうして餃子の推し活を宇都宮で始め、宇都宮餃子が広まったとか、なんでも、本格的に餃子の町おこしが始まるのは、1990年からやねんけど。だけど0分乗り換えに面食らっている中、餃子も道草も食ってる暇はないのだ。ってわけで宇都宮に到着。急いで反対の列車に乗ろう。宇都宮線のこの区間は、ロングシートの少数精鋭車両が集う、っていうと聞こえはいいけど、実際は、E131 系という車両の3両編成。宇都宮市で復元された火炎太鼓モチーフの帯も、世論を前に、混雑でただの延長ものに、もともと4両やったのが3両になったし、奥まで詰める文化も情けな地域やから、タイミングが悪くてもやや良くても、普通にごった返す感じの混雑やで、系統分離と通学ラッシュに喘ぎつつ、目指せは栃木北部の黒磯。レオナルド・ダ・ヴィンチは、馬の速度こそ正義などと物言ったけど、時速 110km で、鬼怒川の上をこれ見よがしに爆走する金属の塊には、そんなの通用せず、曲がり気味な線形すらものともせずに、接続列車の遅延に巻き込まれても前進。そうそう、東北本線の宇都宮から黒磯は、技術的な意味で線路が曲がり気味になったわけじゃない。むしろ計画当初は、今よりやや西側、旧奥州街道沿いの敷設を目論んだんだけど、宿場町で生計立ててる人の取り分減るだろ、だの、機関車の火災や煙で米が取れなくなるわ、だのと、
頭アルミホイルってか反発頭な連中が、目の色を変えて猛反対。ついでに、政府の家族農場が、那須野原のど真ん中に今日構えているって言うんで、開拓のしがいがあるといい、似たりと笑ってルート決定。そうして、旧欧州街道には、かすりもしないルートになった、わけだけど、鬼怒川の支流、西鬼怒川にかかっていた鉄橋が、どか雨で再起不能に、復旧には、今で言えば、30億円くらいかかるし、橋を直す、イコール二度と崩落しないって、わけでもない。橋にも棒にもかからぬ山頂で、橋などかけられぬ状況だったもんで、ルートを少し東側にずらして、岡本、宇治家に、新鮮と新駅を作ったそうな。そんなわけで、古参ではあるんだけど、開業当初からあったわけじゃない宇治家駅。されど、江戸時代に宿場町として栄えた貯金は大きく、そりゃあもうツイッターで、今日の積み上げ、などとほざく自称エンジニアとは比にならぬ大きさで、東北からの米やらを江戸に送るとき、ちょうどいい場所を鬼怒川が流れていた宇治家宿は、物流のハブ的な、ターミナル的な役割を果たして、がっぽり銭をせしめた。今でこそ、宇治家町という町名は消えて、桜市として合併されたけど、依然として宇治家は、デカめの駅ってことで、乗車人員は、下館、石巻、渋川とかの中堅駅と肩を並べる3000人台。しかれども、この区間がマックス6両となり、E231 系とかの10両が締め出された現在、その残魂は残酷なもので、ホームの手持ち無沙汰な部分には、柵が立てられ、赤番でも食らわすかのごとく堅牢で頑固に、乗客も列車も寄せ付けずにいる。10両15両がひしめいた東京から乗り換え1回でこれだから、すでに魔境の香りを感じる。いや、なぜか何も入ってない虚無の広告欄を、穴が開くほど見つめてらっしゃる方がいるから、多分もう確実に魔境です。むしろ魔境じゃない北関東ってあるんすかね。源氏物語の恋愛事情並みにドロドロな魔境は続いて、西那須の、その昔は東野鉄道という、物資、軍事輸送メインの私鉄が、ここから大田原の中心部を経由して、南東へ伸びていたけど、それも過去の話、偉い人が利用する貴賓室も消え、新幹線も那須塩原にかっさらわれ、特急もなくなった今や、そのにぎわいようは、消しゴムマジックでも使ったかのように失せとる、本州一生産されている那須塩原市の真っ白な生乳とは対照的に、十里地方が真っ黒気のけな運命の西那須野駅を出て、那須塩原へ、新幹線問題で、両隣駅の歯ぎしりを聞く駅やけど、開業時には、この駅も、歯がゆい思いをしたそうや、なんでもこの駅は、新白川、新横浜などのネームバリュー古地記の例に漏れず、新幹線が敷かれたら、駅名を新那須に変える予定だった。しかし、塩原って付けやがると、栃木県知事などが罠ないたもんだから、名称変更は、那須塩原に住んべってことで、今に至ったらしい。そんな那須塩原で、乗客を結構大量に降ろし、終着の黒磯へ向けてこう、ずっと混んでて立ちっぱなしだったもんだから、2本目にして割と疲れている。虚無の広告欄を眺めるくらいの体力しか残ってない。はい、黒磯到着。誰がどう見ても磯のない海なし県ながら、黒磯だと居丈高に名乗ってるのは、この辺りの地層が黒め、近辺を流れる中川が磯みたいに見える、とかって理由がバックにあるらしい。地名切断はさておいて、とっとと、向こうの列車に乗り込もう。使われる車両は、E531系。普段は、常磐、水戸線をのんくた走ったり、ガツガツ爆走したりという路線やけど、わけあって、毎日一本あるかないかの東北本線まで、わざわざ出張しに来とる。通学圏内は過ぎたかと思いきや、実はこの二駅先にも小さめの主要駅があるので、さっきの3両ほどじゃないけど、まだちょいと混む。それでもでもでも気張ってこう。同じ栃木県内なのに、ここまで来ると、もはや宇都宮にかすってもいないのか、突然、宇都宮線という冠を奪われ、東北本線という本名に戻される。食事休憩すらない、忙しい朝っぱら、すきっぱらの嘆きを感じつつも、いざ東北。そうだ。道の国に使わしくない E531系がここを走る理由なんだけど、主な原因は、このすぐ先で電車の電気方式が変わるから、電車の電気の流し方には、ざっくり、交流と直流の2種類がある。白に比べたら、せいぜい100分の1しかない区分やけど、電車にとっては大切な区分で、流す電気を間違えると大変なことに。で、黒磯駅では、その交流直流を、車両に応じてちまちま変えていた。でも、ちまちまそれを変えていくの、マジでだるかった。なんなら被害者すら出たし、もう、黒磯駅の中で交流直流変えるのはやめよう、という考えになって、2017年から、交流も直流も行ける口の、茨城で自分に酔ってる E531系を持ってきて、この白川の席で働くことを強いたらしい。投入当初は、機動車のキハ110も音もして、上に電線が張られていながら、電気を使わない、差し出がましい、意固地な働きぶりを見せとったけど、それも今は昔で、2020年に引退。今は、E531系が、完全に板についとる。そんな青い普通列車は、温泉名高き那須町の中心部、黒田原で学生たちを降ろして北へ。
混雑、座席というよりは、運行頻度と接続の噛み合わなさが難所な、この区間。大正時代までは、線形的にも難所だった。黒磯から白川までは、1887年に線路が敷かれたんだけど、明治時代の付け焼き花敷設技術じゃ、そうやすやすと、県境越えなんぞできやせず、線路を伸ばすことばかりにかまけて、嘘のような曲線と勾配を生み出した結果、イギリスの技術を用いた車両は、輸送力が増すにつれ、値を上げ始めた。イギリスの議会ぐらい拙速な工事を顧みて、大正時代には線路を付け替えた。付け替えられた後の急線は、代替道路として第二の人生を歩んだるで、新線を行く東北線は、新白川へと進みゆく。その駅は、新幹線のためにわざわざ建てられた駅じゃなくって、もともとは在来線のいわき西郷駅だったのが、新幹線の経由で名称変更された感じ。最初の最初は信号場だったし、未だに在来線はスイカ非対応だし、新幹線っていう目で見ても唯一の村駅なのに、完膚なきまでの成り上がりを見せ、少々生きりを見せる駅、東横インぐらいしか目につくランドマークがない東北の二つ目の駅、新白川に到着、ついに東北最初の乗り換え駅で、心は晴れ晴れしとるけど、そんなうちを迎え撃った福島の空は、どんてんどんより雨模様、E531 系の眼線にこしらえられた分厚い車止めも、もはや、乱走雲の笑いにすら聞こえる。その車止めの先に止まる車両を待とうとも思ったけど、早速24分の乗り継ぎ待ちという東北の乗り換え沼に早くもはまりかけてるので、ちょっと改札出て飯くらいでもしますかね。生きがいみたいな味で、マジで生きがいのうまさでした。随分大味な食レポですね。今大味って言った？美味しかっただろボケ。そういう意味じゃない。チンポの大放律量。あおい、チンポの大放律量はともかく、ラーメン食べたら、ちょうどいいくらいの時間になったね。次、8時42分の郡山駅。とっとと乗ろう、E721 系やな。東北地方で、でかいつらしとる電車。車両は6両だね。2両の0番台と、4両の1000番台の組み合わせ。同じ形式ながら、両数以外にも違いはあって、わかりやすいところで言うと、0番台は帯が緑と赤、1000番台は緑と桜色ってあたり、沿線に、桜の見どころが多いからなのかは知らないけど、最初から色あせてるみたいに見えて、初手からデバフ背負ってるカラーリングしてない。E721 系の座席はボックスシート。二郎系の店のルール並みに硬い座席を備え付けていた0番台とは打って変わって、1000番台は程よく柔らかい。実際、レベル 0.6 の座席が 1.1 ぐらいになった程度の差なんだけど、んじゃ、コーヒーも買ったので、早速、北へと駒を進めよう。ちなみに、当たり前のように匂いがきつかったので、一瞬で飲み干しました。猫舌だったもんで、舌が9割くらい飛んだけど、眠気覚ましと考えれば安いもん。自治体経営力ランキング2位と、標高の花も高い西郷村に別れを告げ、今のところ完全に持て余している6両で、いざ行け東北。次は白川。白川市を牽引した産業、中途、製紙業やな。明治時代、白星館と小峰館という製紙会社が、この白川の地に建てられた。2社は、しのぎを削りつつ、巨万の富を追い求め、日本鉄道の白川駅との合わせ技で、横浜にある市場をはじめとして、津々浦々でのさばるように、結局、ストライキや衰退などが重なり、白川とは言いながら、濁った幕切れで、今は、工業で清く生き延びる都市になりつつある。そんな白川からは大正時代、白鳳線って路線が伸びていたらしい。東北本線の白川から、同じ福島県の棚倉町までを結ぶことを目論んだ。見るからに産地で需要なさそうに見えるけど、無論れっきとした目的はあった。まず一つは、片方の終着点だった棚倉町の性格のせい。棚倉町は、水戸と結ばれた久慈川の水運、木材搬出、日立国への年貢米の納入など、福島県よりかは茨城県サイドを溺愛していた。ところが、日本鉄道が白川まで伸びると、腐れ下道な棚倉町くんは、白川の方に浮気。だけど、地域との結びつきは点と点じゃなく、線で繋がっていくもんだから、茨城方面の集落からはソース感を喰らい、棚倉町が錆びれるんじゃないかと危ぶんだ。それに加えて、炭鉱の存在もあったから、鉄道を敷いた方がよくねと相なった。そうして、白鳳鉄道が営業開始。どっちかっていうと、旅客輸送が強め。そうして営業開始したはいいんだけど、乗り合い自動車が押し入ってきたり、不況で貨物輸送が減ったりしたことに加え、大群線、水戸から郡山を結ぶ今の水群線が、南から線路を伸ばした末に、福島、茨城県境へ、だもんで、貨物にもそっぽを抜かれたし、周辺集落は、再び、茨城に続婚になるしで、棚倉町も、リーダー格としての尊厳を失い、白鳳鉄道も半ばノックアウト状態。そんな敗戦一歩手前ぐらいの1938年、シャーナスに政府が借り上げ、んでもって、大戦争半年前の1941年5月、正式に国鉄のものになったけど、特に水分線に手は加えられず、白鳳鉄道にも手こ入れは施されず、敗戦危うい戦時下、
不要不急線を言い渡し、白鵬線の線路をひっぺがして、それで終わり。経営悪化の諸悪の根源を潰しもせず、結局線路を欲しいままにして終わりという、まるで、独占欲以外全てを失った郷田武史に絡まれ、敗戦と敗戦を味わったのでした。白鵬鉄道の話だけで、新白川から郡山の区間が終わりそうだな。まあいいや、矢吹、鏡石、須賀川と進んで郡山市に入って、ニック機水軍船と朝金ヶ森で合流し、郡山貨物ターミナルを右手に臨み、県内第二の人口を誇る都市、郡山に接近。朝霞疏水の改作を経て、明治時代から工業都市としての隆盛を極めた郡山。そうした急速な発展を見せると、勤勉な労働者もろくでなしも集うもんで、暴力が支配するごったりのスラム街という、文明が進んでいるくせして、北斗の県レベルの治安な都市として人口に膾炙するように。だけど戦後には表現の自由を引っ提げて、町全体が音楽活動ブームに、なもんで、東北のシカゴから、東北のウィーンへと変貌を遂げた。東北のってついているだけで100倍くらい薄味な雰囲気が漂うけど、何はともあれ2008年から音楽都市を名乗る町郡山に到着。バンバカ乗り継ぎたかったんだけど、ここでも23分の乗り継ぎ待ち。なんなん、音楽の町なんだからエレジーでも歌ってろと。駅中には土産店しかないけど、改札内に出れば時間潰せそうやな。じゃあいつものところ行こうかな。朝9時半のシャッター街の途中にある立ち食いそば屋さん。さっきラーメン食べたよな。食べたよ。記憶力大丈夫？食べましたよ。胃袋と脳みそ大丈夫？これこそ生きがいってもんよ。でも胃袋が苦しい。なんで？ラーメン食べたからですよ。貝は大丈夫？チンポコメロンパン。あーおい。そば食べて、駅の外に出てってやってるうちに、15分くらい時間潰せたんで、早いとこ戻って座席確保したい。ってわけで次、9時46分発の福島駅。胃で一方的に奏でられる交響曲と、青いガニレンちゃんで食べたからよ。まだ福島県から出られないもどかしさにのたくりながら、個人的にグッとくる国鉄自体の案内表記を一別し、E721 系の4両で、北へ北へ。あいにくの曇天の中、着席に失敗したので、1時間近く立ちっぱな施設。毎時一本に対し異様な混み方で、都市としての発展を感じるような、この一帯は、江戸時代までは、郡山、村だったんだけど、物とプライドを売るのが仕事の商人にとっちゃ、村は町に比べパンチが弱い。加えて、須賀川はちっちゃいのに町だろうが、などと、隣の青い芝生を一方的にそしった結果、にぎわい豊かな郡山は、1824年に町へ昇格。1924年には、市へと移り、そろそろ市から100年、町から200年の由緒ある地。そんな列車は日和田を過ぎると、郡山盆地を抜け出し、駆け出し、中出し、青い、阿武隈川に近く迫って本宮駅。この駅からは、玉の井林用軌道なる森林鉄道が伸びていたという、玉の井村の奥地にある国有林から、木々をぶった切ってトンツラしたかったんだけど、木材を積んだ、チャチー馬車輸送で 10km 尺をかけるのは、国産スマホぐらい非力なくせしてたかね。そこで、森林鉄道を軸ことを決意。だけど、大正末期にもなって、機関車どころか馬すら使わず、トロッコ輸送、下る時は重力に従い、登る時は人力でエッサホイザー上げるという、脳筋のニュートンみたいなやり方で木材運搬を行っていた。結局、マシンパワーに対して、実ら通り、しがないマンパワーじゃ、普及するトラック輸送に抗うことはできず、1956年で廃止に、広大な自然の周りで巻き起こる、自然の摂理みたいなのを感じ取り、二本の玉松があったのが由来と言われる、自然に畏敬の念を抱く、二本松の駅に到着。途中、鉄道ファンと日本史学習者にはおなじみ、松川の駅を通る。そう、上り列車が、この松川の近くで脱線させられたという、松川事件、国鉄の人員整理が発表されて、間もない頃、1949年夏の出来事だった。当初は、国鉄の労働組合や、共産党の連中が、罪をふっかけられたけど、14年かけて裁判した結果、死刑含む有罪が翻り、全員無罪に。ただし、事件自体は、まだ解決していない。米軍の陰謀という、ツイッターの動物アイコンみたいなことを物言うやからもおったけど、昭和天皇とのやり取りを綴った拝謁記にも、米軍の策略だと述べられているから、真相はマジでわからん。真実が隠れたまま、事実だけが横たわるのは、すんごい苦しい思い。それこそ、徹夜明けの目の重さと、立ちっぱなしの足の痛さとか、気にならないレベル。地形も歴史もいかめしいがあまり、上下の線路までもが引き離され。挙句の果てには混雑で、このアングルでしか動画を撮れなくなったので、釣り革にすがった労力を割愛し、福島までカットしようと思います。しました。
眠い、県庁所在地だと触れ込んでおきながら、人口は県内3位の町、福島に到着。福島に見るところなんかねえよ、と言わんばかりに、改札を出る暇もない8分乗り換えが待ち伏せているので、早く乗りに行こう。福島、宮城の東北本線の車両は、大きく分けて2種類おるんやけど、今回は、701系の2両やな。都市部っぽいロングシートが特徴的、3ドアの東北版209系っていう立ち位置だけど、ぶっちゃけ、とても209系の同期とは思えない。ちょっと古臭い顔だけは、旅情を誘う。しかし、座席の柔らかさは、言うことなし。E721 系1000番台とかの、上辺だけの旅客迎合とは違って、ホールド性もしっかりしていて、シスオカ地区の211系みたいな感じ。だけど、あっちと違ってトイレ付きなので、気前の良い211系みたいなイメージ。これに乗って、ついに宮城県南部の白石まで、んじゃ乗ろう、って言ってるうちに、向こうには、無骨な701系とは打って変わって、シックな濃い青をまとってるのに相反し、謎にパリピ臭い列車がこざしてる。あれは、阿武隈急行線の車両やで。普段は、こんな硬派な面しとる。ここ福島から、宮城の月の木を結ぶ私鉄、小粒な東北の山積ながら、昭和後期には、東北本線の座を分取ることを目論んでいた。なんでも、その前身が国鉄丸森線という代物で、そそり立つ場所を走っていながら、線形と輸送力は不捏賃だった。東北本線群の代替路線として建設予定。それで、代替路線の丸森線を軸と同時に、東北本線の整備も行うんだけど、結局のところ、丸森線の線路よりも、東北本線の背筋を伸ばす方が効率的だった。もう進捗 99% やから、明らかに、下の根は乾ききっとるはずなんやけど、完全の経営悪化にうろたえたのか、国鉄は建設を残りわずかのところで中断。それの尻拭いをしてやったのが、阿武隈急行って会社。今はどっちの路線にも、優等列車は走らないけど、別に、そういう仕事は新幹線に任せりゃいいのか、お互いの奥と走ってる。ちなみに、福島と仙台の間を3往復走っていた、東北本線の快速シティラビットは、輸送障害を小さくっていうのを理由に、2021年のダイヤ改正で消えたぜ。遺族なら新幹線使え定期の混乱が垣間見える。まあそりゃ、新幹線の方が儲かるから、誘導するのも無理はないねんけど。己の醜さを克服した独眼竜である、正宗ゆかりの地。伊達、地名の由来は彼自身じゃなく、平安時代、初代伊達氏である友宗が、この地に高子が丘城を築いたから。しかし、正宗ともなると浮ついたのか、仙台に居を構えるようになる点、伊達駅にしてデート駅なのに、正宗ゆかりの地もクソもない、凄腕武将に振られた地とも言える。開業120年以上の歴史を有しておきながら、依然として中心部から離れの位置にある伊達駅を出て、ややあってから県境越えで、宮城、この県境部分が、東北本線の線形を、ふやちんたらしめた元凶、コスモウ峠。このコスモウ峠は悪い子で、東北本線の上野から仙台の開業初日にトラブルを起こした諸悪の根源。というのも、その日1887年12月15日、開業を記念した列車が走ったんだけど、勾配と降雪で汽車が進まず、ニッチもサッチも行かなくなった。結局、一旦は福島駅に逃げ帰って、待機してた別の汽車の力を借りる羽目になった。ってのがことの顛末や、それを感じ取りながら、コスモウの峠を越えたかったけど、爆睡してたもんだから感想がない。強いて言うなら、寝てても峠越えできるだなんて、いい時代になったもんだなどという、コスモウ峠に徒歩で挑んだ江戸の人間の血と涙をないがしろにする感想しか出ない。でも、県境の新さんは、赤なめのごとく先駆者が舐め尽くしたと思うんで、随分、楽に峠越えができるようになったこの令和の時代、甘い汁だけ舐めておくことにします。文明にすがった旅人の腐敗を感じる。チンポ人類文明の腐敗を感じる。気が確かじゃない妹はさておき、気を取り直して、次は仙台行き。対面楽々乗り換えで E721 系1000番台へ、明治政府と幕府軍の戦い、戊辰戦争に向けて、奥羽列藩同盟が結ばれたこの地、まだまだ序盤だけど、鉢巻を巻き直して、いざ出陣。この駅から少し離れの位置には、白石蔵王という新幹線の駅がある。直線距離で、ここから 1.2km という、線を引いて助ける軽ゲームの広告並みに、じれったい位置にある白石蔵王。一応在来線に乗り入れてやろうという気概だけはあったけど、町は分断されるし、川を斜めに渡るしっていうリスクとを天秤にかけた結果、在来線との密を避け、主に、首都圏からの観光、帰省需要をかすさらっとる。ただし、仙台の隣駅という、これ以上ないベッドタウン要素を無下にするかのごとく、JR だけで9万を誇る天下の仙台様と比べ、100分の1の乗車もあらへん状況。今は、すごい、仙台の隣駅ってこんなところなのか、って話題にできる栄え方だけど、お名を返上できるといいね。頑張れ、お名だけ返上したら、特に名の上がらない駅になった、なんてオチにならないようにね。ほんで、列車は月の木で、阿武隈急行と福島以来の再会。次の岩沼でも、立て続けに、
常磐線と上野以来の再会。かつては城下町、門前町、宿場町として栄えたカオスでるつぼなテリトリーやったけど、そんな特性は根こそぎぶっこ抜かれ、代わって空港やインターチェンジに名がくらんだ工業地帯の戦場になっとる。その肩を持つ仙台空港に直結する仙台空港アクセス線との乗り換え駅名取。雲が晴れてきた車窓に移ろう住宅街が映る中、仙台の一駅手前の長町で晴天の霹靂のごとく200人とか300人とか乗客を乗せてついに仙台到着や、距離的には18切符の東京から名古屋と大差ないんだけど、細々した乗り換え、椅子がきつめ、待ち時間の消費とか、そういう点で単純な移動だったら名古屋よりしんどいけど、飲食チャンスがあるのが救いかな。18切符的にはここまでがチュートリアル、まだガンガン進みたいけど、東北本線くんのクソ接続がそれを許してないので、新幹線に対応すべく1977年に建てられた駅中施設までまぜこぜな仙台駅を一見。でも駅舎を凝視するだけじゃ38分の乗り換え待ちなんて潰せないな。だったらずんだを食べるのだ。その声は楽天カードなん違う。おらーい、せっかく来たんだからずんだを食べていくのだ。お手軽ずんだといえば何でかい紙で私のお手軽ずんだといえばずんだシェイクなのだ。つぶといな、ここのずんだもん。ずんだが変わってずんだになったって説もある。宮城のうまうま枝豆スイーツ、雷に打たれるようなおまさにもだえて頭からつま先までずんだ色に染まるがよいのだ。なら金玉もずんだ色になると思う。青い、全くその通りなのだ。金玉も絶対ずんだ色になるのだ。おい、そこのずんだ、ほんと飲んでみよっと。どれどれ、金玉の文脈でどれどれっていうのダメだと思います。あ、甘い枝豆だ。うま、なのだなのだ、当然なのだ。だから僕に体重のずんだと吹くなをかけんよ。ツイッターとかいう電子記憶の個室をむさぼってたら時間がみるみる溶けてった。しかし列車の方はたった今来た模様で、12時45分の出発に向け誘引場所区でもするかのように牛タン都市の住民をがっつり取り込み、同じ宮城県内仙台から乗り換えなしなのに小田まで向かうのはせいぜいマジ一本。本線という顔が潰れかけているざまに蛍光救護の暗黒面を感じながらも、やっぱり混んでる4両はゆっくりまったり宮城の県北へ。二駅進んで岩切、なんかおる。あれは東北本線の立志線ってやつで、たった 4.2km ぽっちの貧弱支線。しかれどかつては本線の一部で山の中を突っ切っていた。山の中ってことはそれだけ難所だから、伏線化するときに急勾配がネックに、というか伏線回線に長大列車単体じゃ山を越えられなくって、山越えには機関車のアシストが必要というがたい良い車両がすねかじってるありさまやった。痛いけなくて痛々しい状況脱却のため海沿いにルートをチェンジ、そのついでに山線ルートは8割方クビになり、岩切からビフだけが盲腸線として残されている現状。ただし後発の海ルートは一から作り上げられたわけじゃない。日本鉄道が東北本線を建設した段階ですでに多少なりとも線路は敷かれていた。というのも東北本線は実質的に政府まで関与していた鉄道路線やから、早く開業することに行動しないと重くクソ顔に泥を塗る始末に。そんなら最近できた塩釜港を使って線路の資材を運べばええやんという思考に至り、岩切から塩釜まで開業。建設経緯は竹戸屋線のそれに似とるな。そのルートは一部は廃線になったけど引き継がれているところも依然として多い。だけどアニメとかの制服のスカート張りにキワキワなところを通るのは初体験。その途中僕の細道を綴った俳人である松尾芭蕉がなんか物申したち、松島を通る、松島や、ああ松島や、松島やとかいう語彙力ゼロの彦摩呂みたいな句は有名だけど、そっちは贋作、松島三連発の句は俵棒っていう相模の教科書が作り出した作品。芭蕉は芭蕉で島々や父に句だきて夏の海なる句を読んどる。美しさで芭蕉の句を読めなかったっていうのは事実だから、そっちとごちゃごちゃになったんだろうけど、八門の方が知れ渡ってるあたり人間万事採用の馬。そんな松島の海岸はこの東北本線からでも少しだけ見える。せっかくなんで私も一句読みますかね。まーん、宮城県大崎市の駅松山町に到着。東側の車窓には田んぼしか見えない。でもただの田んぼではない。この地域は世界農業遺産に認定されている。夏の冷たい季節風山瀬がこの地域に冷害起こしに殴りかかってきたり、険しい地形のせいで洪水や干ばつが起こりやすい地域だった。エクストリームな環境に抗いながら水を巧みに操って農業をしているんで、大崎高度という肥沃な土地での水田農業を築き上げたとか、生命をつなぐはずの水田農業とは対照的に車窓はどこまでも殺風景。それでも終点はすぐそこに。
東北、石巻、陸羽東線の3路線が集って、東西南北に線路を伸ばす駅ながら、クソ雑魚地盤などトラクインを押され、新幹線が通ることは叶わなかった小野田。打ち砕かれた夢に打ちひしがれ、語彙力と文法力が迷子になったのか、主語と論理の少々行方不明な注意書きが、小野田駅の通路内に貼り付けられていた。各言う私にとっても、ブーメランになりうるんで、肝に銘じて旅行を継続。次は、13時47分発の一ノ関行き。この旅の往路の終点だ。17分あったもんやから、改札内に出てもよかったんやけど、石巻線のキハ110に手を振ってる間に、残り10分になったもんやから、駅の外に出るのは諦め、701系にせっせこ乗車。ロングシートは、それなりに混んでいたもんだから、座りながらの撮影は断念。でも、後面展望ができる。このスペースはガラ空き、列車の物理的な後塵を排することができる。なんとも格の高い特等席。かーも、通かなくて、おくれにみ。ってわけで、貨物列車を先に行かせたら、旅客列車はのんくたその後を追ってみる。ここまで来ると、大量輸送の性格も変わり、貨物列車がでかい面する世界になる。一ノ関を出てすぐ、なんか面白いのが見えた。文明開化の象徴たる鉄道に喧嘩でも売るかのごとく居座る、ちいちゃいお城だ。あれは、城好きの元国鉄職員が作り上げたという、ちょっとしたオブジェ。彼が、駅長にわがまま言って、半年以上かけて築き上げたもの。小野田近辺にマジのお城はなかったことはないけど、そいつは、天守もないし随分小規模だし、ましてや城下町としても小粒だったから、原作中は見たら、フンスク怒ってレザーパックで慰謝料を送れたのと、声高に叫びそうだけど、縦横無尽に行き交う鉄の塊なぞ、どこ吹く風といった具合で、今日も、小野田城なるそいつは、どっしり、三里町のターミナルを見つめる。上野と青森を結んだ夜行急行、津軽も消えた今、ぼうぼうに草も生えた寂しいホームは、宇都宮線黒磯口のそれとは、また違う切なさを想起させる。切なすぎて草生えたんごご立派に伏線化された東北本線でも、時にはニッチもサッチもいかず、ちょうど、この区間を伏線化させようと思ったところ、終戦にぶち当たって工事は中断に、さながらトルコアイスみたいに工事再開まで伸ばされ、結局伏線化の再開は、終戦から8年後、1953年のことだったそう。で、宮城県北の車窓なんだけど、正直、沼と水田しかない。ボジョレーヌーボーの惨事並みに変わり映えがしない。でもそれは歴史的には仕方のないことで、今から約6000年前、この近辺の平地は温暖化の水位上昇で海に化けたという、親指を立てながら海に沈んでいった末、再び地上に向かって表を晒した時には、海地のパチンコも裸足で逃げ出すレベルのズブズブな沼まみれだった。そんな湿地に目をつけた、江戸、明治期の開発に飢えたエゴイストの徒党が、この近辺を軒並み田んぼに化かしたせいで、辺り一面水田地帯になっとるらしい。さすが、米の生産量が、全国5位の県は伊達じゃない。いや伊達政宗は宮城人だけど。県境を越える頃には、大自然のありったけの空気を運ぶようになる中、岩手県内で、最も仙台、首都圏に浮気している町、花泉、2万年前の氷河期を生きた大きい牛の化石が、昭和時代にここで見つかったって言うんで、それに、花泉森牛などと名付け、厚かましく花泉アピールをしたのも、今は昔。結局、花泉町は、平成の大合併を経て、一ノ関市に吸収されてもうた。で、このまま終点までずっと一ノ関市かと思いきや、途中で、有壁とかいう、宮城県の駅がしゃしゃり出てくる。この駅もまた、急勾配での新線付け替えの歴史が絡んでくる。この区間の急線は、宮城県内は、かすめる程度にしか通ってなく、駅はなかった。でも、勾配がひどいから、国道4号に沿う新線に付け替えようねというノリになった。そのついでに、有壁にも駅を作れと、もらえるものは絞り取るような精神で、地元民がさんざめき、新鮮になったら、迂回で距離伸びるんだから駅を蹴、という建前で、駅設置の野望を、鼻高々にかすめ取ったという、お隣の一ノ関駅が見たら、ほら吹きの豪州だと罵りそうだけど、新幹線も通った一ノ関駅からしてみれば、一駅南の在来線駅など、そ知らぬといった面持ち、そんな岩手の玄関口が、もうそろそろ見えてきた。大阪では曲がりなりにも観光したし、今回も何か見に行くと思うんやけど、どうやら、駅徒歩8分のところに、一ノ関藩の武家住宅が残っとるそうや。300年の歴史の神髄、見に行かへん。着いたね。せやな、めっちゃ観光しようか。じゃあそろそろ帰ろっか。そんなパチアチックな主張されても、そろそろ引き返さないと終電逃すから、滞在時間5分くらいだけど、もう戻ろうね。さて、帰りも東北本線ルート、
ってのも悪くないんだけど、途中で新白河62分待ちというさじてがましい関所乗り継ぎのせいで赤金までしか帰ってこられず、上野に舞い戻ることができない。じゃあ何を使うかっていうと、常磐線ルート、あの岩沼で見た線路、そっちは東北本線に比べれば乗り継ぎがマシなので回り道にはなるけど、なんとか上野まで戻ってこられる。ただ仙台まではあんまし変わり映えしないので、巻きで行こう。ひとまず小牟田、一ノ関、観光したかったな。観光してたらコマ進められないので、とっととお次は仙台行き。そういえば、さっき乗った701系には、ドアの手前に段差があったけど、今乗った E721 系には、それがなかった。これは、仙台近辺のホームの高さが低いから、こういう差が生まれている。701系は、車両側に段差つければええやろ、などと、小牟田特産、北浦なしの1億倍くらい山市へと技術で、低めのホームに対応した。しかし、時代が進み、E721 系が生産される頃になると、車両の高さ自体を低くして、ホームに合わせてしまえという思考に至った。701系よりも 18cm 床を低くするためだけに、床下の機器の配置はあれこれ考えるし、車輪すらも 5cm 小さいのを使う、随分手塩にかけられた車両だった。やけど、往来激しい仙台近郊をボックスシートでカッポするような、たちの悪い子に育ったもんで、例によって、この列車も、仙台近辺まで来ると鬼のように混んでいた。一方の私は、そんなことも知らず、車内がガラガラだった頃から、のんきに寝てたんで、目を開けたら、混雑ドカドカの車内に面食らった。牧歌的な田園風景から森の都まで、電車一本で来ただけなのに、どっかで異世界転生したんじゃないかと、脳がバグりかけた。そのバグは、仙台についてもなお取れなくて、あのですね、間違えて、エスカレーターの上でおしっこ漏らしそうになりました。黄色の泉を噴出させたが最後、道徳な読みの国に行く羽目になるから、寸でのところで理性を目覚めさせ、なんとか耐え切った。だけどライフハックを見つけた。0時間睡眠で旅に出ても途中で寝るし、倫理観が犬未満になる。それはもうライフがハックされてるんですよ。つまり、うん、ライフハックならぬライフパックってこと。あえて言わんといたのに。で、こっから常磐線の出る幕なんやけど、49分も待ち時間がある。せっかくだし遅めのお昼でも食べようかね。福島県内では2連チャンで麺類決めたので、蕎麦はさすがに胃袋に入らないけど、蕎麦が入らないならカレーを食べればいいじゃない。ちなみにマリー・アントワネットはパンがなければうんぬんってセリフは言ってない。でもどうせ原作では言ってないだけ。ヨーロッパってそういうところあるよね。イギリスの貴族だって君に向かってカレーを食べている時ぐらいは何も考えずにうまいうまいって言いたい。お姉ちゃんはね、そう思いました。カレーは美味しかったです。また食べに行きます。近くにアンパンマンミュージアムがあるからか、アンパンマンの石像が駅前に置かれてた。で、その石像の鼻の部分だけ必要に撫でているご年配の方がいらっしゃって、仙人のユートピアから発展したという、仙台の地面の由来とは対照的にいささかディストピアの風を感じ、東北が魔境と言われるゆえんを知った気になったけど、常磐線ルートは魔境じゃないかもしれへん。泊まれこうまで徳乗り店。ところで17時8分発の原の町行きを差し置いて、気になる列車がある。1時間後に後を追う品川駅日立号だ。多分六ヶ鹿で抜かれるんだろう。どこで抜かれるかなんぞ考える暇もない。すし詰め状態の中、100万都市を出発、福島県北東部の原の町までには、なんだかんだ着くとは思うけど、さて、今現在、常磐線と称する列車に乗っているんだけど、本当の常磐線の区間は、もう少し南の岩沼から日暮里まで。だから、しばらくは、常磐線の顔して東北本線を走るという、随分と大層な小身分で愛嬌を振りまいている。っていうのも、常磐線っていうのは、一応 343.7km もの路線長はあれど、扱い的には、東北本線の支線、その歴史は、例によってごちゃごちゃしとった。常磐線は、水戸鉄道、今の水戸線にあたる鉄道が、小山と水戸を結んだのが始まり、水戸と上野がレールで繋がってもなお、福島の海沿いの偉い輩は、底なしの欲をむき出しにし、水戸から、さらに線路を伸ばして、炭鉱事業と合わせて、がっぽりにんまりすることを目論んだ。それで、白井遠平という人物が、おい線路しかせろと、政府にどついた。しかし、井上勝は、今起業しても儲かんねえよ、などと、高くくって鼻くくって、常磐鉄道の野望をこっぱみじんに砕いた。しかし、未練のかけらという字らを寄せ集めた白井は、二回りほどでかい野心を引っ下げて、ここ岩沼から、水戸まで敷設させろ、と、サマーウォーズのような熱意で押しかけた。結果的にそれは、実を結び、日本鉄道は、金だけ出す形で協力する予定に、と、二つ返事で契約を結んだ日本鉄道は、その直後にやらかしに気づいた。というのも、建設計画が立てられた太平洋海沿いのルートには、陸前浜街道という、少なくとも奈良時代から続く、由緒正しく交通量の多い道路があった。交通量が多いだけならまだしも、延伸まで視野に入れたら脅威。東北本線は、
これまでに語りまくったように、山まみれの勾配ラッシュやった。やけど、海沿いのルートは幾分か平たく、まるでゆかりさんだった。おい、どういうことですか？ともかく、計画上は、水戸から岩沼ってことになってるけど、これが、東京から岩沼を結ぶようになったら、勝ち目がない。そうした理由で、日本鉄道は、手のひらをひっくり返して、地雷にゴマをすり、常磐鉄道を手のひらの上で転がすことにし、日本鉄道の支線扱いって手で建設することに。そうして、水戸から始まった建設は、東京方面に向かって線路を敷いた後、水戸からいわきをせっせと開通させて、あとは北からぐいぐい線路を敷いていく形。ちなみに、日本鉄道が管轄していた頃、水戸以南の部分は土浦線。水戸以北の部分はいわき線って呼ばれていて、全部まとめて海岸線呼ばわりされていた。細かいことを抜きにした概要はこのくらいで、今さらっと意味の重複かましたけど、うまいいいか、列車は川を渡り、渡りの町に到着。ダジャレじゃなくて、本当に地名の由来。この辺りで、ボックス席に空きが出てきたんで着席。ここまでもここからも、全部、JR 東日本一社完結の旅ではあるけど、車両の癖やら文化の違いやらで、一社に縛られている感覚はあんまりない。でもそれはそれとして眠い。ところで常磐線は、震災で甚大な被害を受けた。復旧に9年ほどかかったのはそうだけど、何もただ復旧させただけじゃない。例えば、左手に分かれた意味深な道路。あれが常磐線の急線やった。こうやって、県境付近までの線路を内陸側に移転させた上で、4割ぐらいの線路を高架で作り上げて、現代の技術と課題を組み合わせて敷設、鉄道黎明期の、それこそ幼稚園の砂遊びレベルだった敷設技術と比べると、独断専行のルート選定時代とは、随分、学生の感が漂う。ちなみに、もし津波が来ても、防災緑地と森土構造の道路が縦になって、がっちり地域を守る構造をしているんで、もう同じ鉄は踏まない。そうした地域のぬくもりてやら、人情やらをことごとく感じたけど、その実は山下村と坂本村の合併の末に名がついた木村町、山本町を抜け、ついに福島県入りし、相馬地域の端くれ、新地町へ、相馬地域開発計画を軸に、工業や漁港の整備を行い、産業の活性化を目指す町。でもやはり、伊達市、宮城県とのしがらみは、ウイルス対策ソフトの反則ばりにしつこく、福島県からも、仙台市の紐になっていきながらへとけ、どうと言われた町。真っ当な開発計画で、間接的な村八部を食らっている気がする。新地町も出て、相馬。特急停車駅、相馬は、報徳司法の考えを守って、中村っていう藩の時代から繁栄を守り続けている町。報徳司法ってのは、すごいざっくり言うと、説教臭いこと言って、農村を立て直す教え。その教えに集中になって、江戸時代後期の、天明の飢饉、天保の飢饉を乗り越えた。そんな中村の地にも、鉄道を通したいので、領地買収をなさすという声がかかる。しかし、土地の持ち主が二派に分かれ、お互いバリ荘厳ラッシュをかました。報徳司法の教えの中にある、姿勢なそ、まるで、その欠片もない中、なんとか解き伏せて、この中村の地に、鉄道を通すことが叶った。ちなみに、常磐線は、原の町で、列車が分断されとるけど、ひょっとしたら、相馬での分断になってたかもしれへん。それが叶わなかったのは、相馬が土地買収で揉めたってのもそうだけど、石炭燃やして水を沸騰させて動く蒸気機関車にとって、水は生命線やった。しかれど中村の水は、それこそ土地買収でわめき立てた人間ばりに汚かった。そこで、原の町の方が水質はいいし、地盤もマジだと、相馬地域をディスった末に、原の町での分割が叶ったというで、完全に日が暮れ切っていて、取れ高が危うい中、原の町に到着。相馬には、伝統的なお祭り、相馬の間追いというのがある。相馬小次郎という別名を持つ平の正門が、ノウマを敵兵だと思って、戦の練習だ。などと、君のノウマが、物理的にズキュンドキュンされるイベントを行ったのが始まり、そのイベントの知名度を上げるべく、駅舎内外には、お城の装飾があしらわれている。そんな常磐線も、天守閣までは遥か先。まだ2割しか乗り通せてない。次はいわき行き列車。なんかどっかで見たことある顔やね。そう。白川の席で乗ったあいつと同じ。E531系。一応、都内でも、常磐線やら上の東京ラインやらという名前で、仰々しく23区内を爆走してる。そいつと同じ。4ドア5両に対して、せいせい1、2時間に1本の世界に足を踏み入れたもんで、車両、だけ、は、完全に東京に近づいたなぁと思いつつも、まだ 250km 以上ある、長大路線を前に腹を決め、せっせこ列車に乗り込むのだ。あ、ボックス席ですら持て余してます。そりゃそう。
民謡という意味だけで見れば合っている。そんな歌がしゃしゃる相馬の地域を引き続き南へ。ちなみに以降は狙って乗らない限りずっと E531 系のテリトリーです。サイは投げられたけど、サチは投げることもできず、4分33秒くらい、ダサいな車両にも真っ暗な車窓にもうろたえつつ、なんだかんだなんか南下し、福島南部に向けて進むのだ。3駅進んで桃内へ。行き違いのため停車中。もともとはここには駅はなく、西岸駅として建てられた。その経緯は何も、火の玉ストレートに駅を貴様とあげつらうものでもなかった。戦時中に常磐線が社畜のごとくヒーコラ物資をシャトルランしていた頃、ギッチギチに詰まったダイヤに対し、単線だったこの区間は輸送力が貧弱。その中、国鉄は行き違いができる場所を設けたいと信号所の設置を目論んだ。それを見た福浦村の村長は、さながらオードリー春日のように、福島のここ空いてますよと言い、なんとか信号所は作られたけど、廃線になった後は廃止の可能性が濃いめに。そこで地元民が国鉄に重課金した末、工事費を負担する形で駅設置を達成。現状は秘境駅2歩手前くらいの無人駅というありさまながら、先人のたゆまぬ努力に涙が止まりません。待って、せっかく地元が全額負担したのにほとんど使われてないので。おい、顔。桃内駅の一駅先、浪江駅に到着。特急列車との行き違い中、ここから大回り乗車でおなじみ東京近郊区間に入る。ざっくり言うと東京の大都市の切れっ端になる。ちなみに浪江がどこかっていうと、ここ東京との共通点を探す方が難しいぐらい離れとる。東京近郊区間に入ると同時に、浪江から富岡までの 21km は福島第一原発事故の被害が大きく復旧に9年かかったところだね。今でも鬼の首を取ったように放射能理論に飛びついて騒ぎ立てる輩はいるんだろうけど、例えば特に生産だったここ双葉町だって、その線量はロンドンや香港と大体同水準にまで下がった。だから常磐線に対してギャーギャー騒ぐ連中は間接的に海外にも喧嘩売ってることになる。っていうのだけは言っておこう。でかい風評被害が降りかかる。かわいそうな区域を抜けていき富岡へ。ちょっと意外なことに、外にはいくらか明かりが灯っている。富岡町はゼロから始める町づくりを強いられていた。そんな中、インフラの整備や故郷の安心感を売りに公営集合住宅の建設を進めている。それをはじめとして土地を6つのゾーンに分けた開発整備を進めているのが富岡。駅を復興の最前線として、インフラがすでに整った周辺地域を優先的に活性化。一方、町内を通る常磐自動車道沿いは産業をぎゅっと一点集中って感じで、高速道路との住み分けも考慮しつつ町づくりが練られとる。日本鉄道の敷設時には鉄道を忌み嫌い、町の真ん中を通すなと騒ぎ立てた過去から考えると、駅が町の英雄的役割を持つだなんていささか想像できないというか、なんというか。とはいえ、あれこれ復旧に向けて頑張ってます。頑張れ。今は山中、今は浜という歌詞に始まる汽車という文部省唱歌、その聖地になったとかなってないとかいう広野に到着。ここで特急からの逃走劇はおしまい。いわきまでは逃げ切れるかと思ったけど、っていう悲しみはあれど、 E657 系特急がここまで来るのも感慨深い。 E657 系の導入が決まった2010年は、やつを上野からいわきでこき使うつもりで、いわきと仙台の間は E653 系なるお古の常磐線特急を使わすつもりだった。でも遣唐使みたいに白紙に戻された計画の末、 E657 系が常磐線全体を担うのは胸厚かも。 E653 系が常磐線で活躍していた頃の塗装ってのも相まってね。ちなみに復旧中の富岡からいわきの普通列車には E531 系も使われとったんやけど、快適にご利用いただくためという JR 東日本らしからぬ大盤振る舞いな理由で、651系なる同じく元常磐線の特急列車が充当されたこともあった。やけど動かぬ LED と何かが足りないボックス席、中途半端な速度とローカルな乗客数、景色で浜通りの穏やかな海とは相反し、名教止水から程遠いムズムズ感を覚えた。しかし今や金さえ積めば特急として整った車両に乗れる常磐線、ずっと普通列車乗ってるんで、そろそろ新幹線か特急乗りたいです。ダメー。ああ、今お姉ちゃんが考えてること当ててみようか。デカ金玉シャクリングでしょ。ああ、人口面積ともに県下1位であぐら書いてるけど、乗車人員は福島郡山の3分の1程度の火力しかない。いわき、この駅も鉄道が敷かれてからしばらくはギスギスしたもんで、町の道を敷きたいのに鉄道省が土地持ってやがるっていうんで、国鉄の足の裏をベロベロ舐めて道を敷くための土地を借りたっていう過去もあった。いわき市が平地だった頃のハートフルな話も今は昔で、 JR 加護は逆に土地の寄付を受けたり、駅名も市名に合わせて平からいわきに変えてもらったり、軒並みハートフルな町って価値域へと成り上がった。
温かみがある街とは言っても、乗り継ぎ待ちは26分という中途半端な具合で冷酷。ラトブナル駅前のショッピングセンターに入るのは、手持ちの時間だと中ばかけ。待合室があったんで、ニューデイズの恩恵に預かる夕ご飯、美味しかったんだけど、何を血迷ったんだか、弁当を温めちゃって、待合室が海苔弁の香りに染まりきり、ほかほか弁当とは打って変わって、背筋が凍ったかのような感覚を覚えた。いろいろ言ったけど、普通に美味しかったし、待合室のコンセント的にも美味しかった。もう電車は来とるな。お次は常磐線の水戸行き。まだ E531 系が私物化しとるエリアやろか。この区間には、イレギュラーもいるにはいるけど、それは見かけたら解説。大放尿感謝祭を開催してたら、なんか発車してた。今のところ、重量じゃ完全に空気輸送だけど、多分、そのうち意味が分かってくる。少し南下して、温泉街の湯本、いわき近辺の鉄道は、この湯本のあたりに、常磐炭鉱が軽便鉄道を敷いたのが始まり、無論、近くの小野浜港に石炭を運ぶ目的で敷設された、小野浜港。常磐線が、この地まで触手を伸ばしてきた時も、しばらく共存しとった、隠して、図に乗り、お客を乗せることも始めはしたけど、例によって、乗り合い自動車が、付近の軌道もろとも殲滅しにかかる、炭鉱という一部の望みですら、空っぽのドル箱には入らないず、廃線に、いわき近辺は、こういう風にして役目を終えた軌道が多いんで、ハワイアンズの牧歌的なムードとは真逆で、鉄道的には案外むくろひしめくゾーンだったり、茨城県に入っとった、南中郷、なんかイレギュラーがいるね。あれは E501 系っていう、現状、主に水戸といわきを往復している感じ。どっかの暴走園会社と比べてみると、生き別れの兄弟みたいに瓜二つな外見。だけど、その園会社と同じで、以前は上野までひょっこり顔を出してた。だってこいつ、茨城から東京方面への激混み状況を打破するための車両だった。例によって209系ベースで作られたから、見るのも無理はない。しかし、ボックスシートもトイレもない、慈悲のない中距離列車だったもんで、後輩の E531 系が土浦以南で茨城去ると、E501 系は北へと追いやられる羽目に、それ以来、常磐線の茨城県内と福島県の海沿いに軟禁されている生活、明るい霞ヶ浦の景観をイメージしたはずのロングシートも、南関東から出禁を食らって真っ青とかってイメージにしかならへん。水戸での活躍に向け少し改装されたけど、ロングシートは変化なし。っていうのも、水戸黄門が、日が立ち昇る場所と称した日立、鉱山や工場の勃興で白羽の矢が立ち、常磐線もクソデカ需要で満員御礼。ってわけで、混雑を裁く目的で、オールロングシートの E501 系をぶっ込んでる。持て余していたはずの重量も、日立からの乗客ラッシュを迎え撃つのには、むしろちょうどいいくらいで、勝田に着く頃には、ノーノーとビデオカメラを回せないくらい混み合ってきた。で、終点水戸にはついてないけど、この辺りで乗り換え。鬼のように長い福島大陸を越えたけど、それでも上野行きを廃することは叶わず、次に乗るは、東京都を廃するかのように、千葉県の我孫子で止まる列車。こいつは取手方面の終点、逃したが最後、夜が明けるまで茨城県内に閉じ込められることになるので、ニューデイズに美課金して得た幸せを片手に、アクセクと乗り込もう。車両形式は、もはや特筆することもない。ただ、ロングもクロスも乗ったもんで、なんか動画代しない気がしたから、グリーンに課金しました。これで、動画的にも、3種類の座席に乗ったから美味しい。ってわけなので勝田出発。お次は水戸。水戸といえば納豆だけど、そいつね、鉄道のおかげでバズった。納豆の生産自体は水戸では盛んやった。そして、江戸では、納豆がブームという風の噂も水戸に届いていた。それを聞いて納豆を売ることを目論むけど、粘っこい性格の納豆くんは、なかなか商品になろうとせず、商品化を達成したのは、ブーム云々以前に、江戸が、東京に名を乗っ取られた明治時代、ちょうどその頃、水戸に鉄道が通ったから、土産に買い上がれと、駅前やホームで喧伝。それが功を奏して、納豆のブランドイメージがついたとか、水戸イコール納豆が定着しすぎてるからか、昭和末期からチーズの開発も始まったけど、依然として納豆にはかなわない。茨城は鶏卵生産量が1位なんだし、米どころだし、日立牛ブランドもあるし、茨城名物全部組み合わせたら、3色チーズ牛丼の特盛に温玉付き、くらいはできそうな気がするけど。霞ヶ浦の真横、土浦、この駅からは、湘南電気鉄道なる路面電車の私鉄が伸びていた。土浦の航空隊の関係者と、その野次馬を乗せるために、1926年に営業を開始した鉄道、ゆくゆくは、三街道まで線路を伸ばして、茨城南部を手中に収めると息巻くも、
関東大震災、戦後恐慌、会社の株価へ反則、路線長が徒歩圏内、国鉄土浦駅からやや隔離、指導者にボロ負け、隊員は船仕様という、7つの隊外にフルボッコにされ、江戸は一周したけど、経営は回らず、廃止に、三街道方面の出資者には、線路がぶち込まれる楽しみにしておいてください、と大口叩くも、結局、何も見返りはなく、株主はただ札束をドブに捨てた竹だった。現実は非常。まるで人生みたいに、人生みたいにって、フレーズ、字面だけは深いけど、汎用性高すぎて言ってることとしては浅いよね。さて砦駅。これは余談だけど、地名自体も砦由来。と言いつつ、東京に近い利点を生かしきれず、人口がじわじわ減り、陥落しかけている町、2027年の再開発を目指して、砦の不振工事は進むのか。せっかく、E531系の束縛がここで解けて、本数が増えるもんやから、活気戻ることを願いたいねんけど。グリーン車に乗れば、どれだけ増えるかなって思ったけど、マジで、全然、そんなことなかったね。でも旅的には快適やったやろ。私は狂いながら旅行がしたいんだが。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。日付がここで変わるから、本来なら、週8切符1日分はここでおしまいなんやけど、この界隈は、1日分を終点まで使い倒せる、電車特定区間に含まれる。だもんで、まだまだ行ける。ラスト、常磐線上野行き、めちゃくちゃ長かった。眠い。帰って寝たい。ここが夢の中であると信じたい。ところで、常磐線は、日暮里で東北本線に接続してるけど、ひよっこな計画段階では、川口で接続だなととほざいていた。だけど、遠回りしすぎだろ、上野から線路伸ばして見やがれと、鉄道局長が煽った結果、調査を進めた末、単勝で空ない上野ルートが採用された。ちなみに、北千住の次、南千住のすぐそばには、隅田川線っていう常磐線の貨物支線もある。現役バリバリの貨物線ながら、これまた、日本鉄道の土浦線ついでに敷いたもの。その時は土浦線を建設するという大義名分のためなら、何だっていとわない状況だったから、隅田川に駅作るから、資材を伏せて横け、ウェレレなどと、目ん玉ひんむいて、物資を仰いだ。結構水運ありきだった資材運搬。これが、川口スタートだったら、また話は変わっとったかもしれへん。ちなみに、常磐線の起点は、かつては田端だった。上野から南下できる線路は、なかった点。資産運搬を楽にしたいからってのが理由だろうけど、旅客のターミナル自体はあくまで上野。だから、一旦田端まで行ってスイッチバックした後、上野までちょこまか進むスタイルをとっていた。でも、その運行方法、だるい。マナー講師の独り言くらいだるい。だから、後々、こんな大カープの線路が敷かれて、上野までダイレクトアタックできるように。もうとっくに終電が終わってる京成線のホームにガン飛ばしつつも、ここで、本線の東北本線と合流するから、常磐線という端くれ線の肩書きすらも怪しくなる中、例によって、上系大学生、元ヤウトオブザ上系大学生を乗せて、お次は終点の上野。ただいま、北の玄関口。次は終点、上野です。宇都宮線は、もう寝静まる0時半。上野駅も、そろそろオフなムードに入っとる。1000km の大台どころか、900km にも乗せられなかったけど、ついに長旅はおしまい。ローナ時間30分にする予定だったのに、2倍以上に膨れ上がってるな。なんで？さて、鉄道黎明期の明治時代は、地形、技術、費用とか、とにかく、そういうどでかい壁が立ちはだかっていた。大動脈の国家プロジェクト以外にも、森林、炭鉱の活性化に惹かれ、線路を敷いていく連中も少なくなかった。東北、常磐線経由の18切符旅は、不器用ながらも、けなげな歴史を確認できる。そうしたルートなんじゃないかな。まあ、あんまり結びの言葉が長すぎてもあれなんで、このくらいで、次は新潟方面でやってみたいけど、ダイヤの都合上冬まで待っててね。また連れ出されるんか。終電逃したくないんで、今日はこの辺で。じゃ、お疲れ様でした。